漫画とお出かけチャンネル。今回は名護市のあがりえ1丁目東交差点をご紹介します。交差点全体を見てみましょう。あれ、今なんか変な信号機が見えたような。お、ありました、赤一つ目信号機。早速様子を観察していきましょう。今は大通り側の信号が青なので赤が点灯しています。お、青になったので点滅し始めました。黄色がないのですぐ赤になりましたね。そして大通り側の信号のターンです。裏側から見ても違和感しかありませんね。奈良県では多いと言われてますが、沖縄県ではここと豊見城市の2カ所でしか見たことがありません。今回はここまで。